おめえに俺の変化球打てんのかよ。お前のヘラつき変化球なんか俺がかっ飛ばしてるよ。来いよ。じゃあ行くぞ。お前は下がってろ。来たな、響き。お前の球打ってこのチーム絶対甲子園全員でやるよ。じゃあ打ってみろよ。ほら。お前がいたら本当に甲子園優勝できるかもな。当たり前だろうがよ。ほら、そこしっかりディフェンスしろ。そんなんでインターハイ出れるぞ。そろそろ帰ろうかな。なんだ遠い、もう帰んのか。ああ、先生はいいよな、楽で。お前はうるさい、さっさとこっちを戻れ。ほら、はいはい。じゃあみんなお疲れ。バカだよ、俺が言ったら100人力に決まってんだろうよ。そして秘密兵器の私がいれば。てかお前バット売られてたから。バスケ部こそ大丈夫かよ。天才遠井さんがいるから余裕だね。そういえば武田は今月決勝だろ。絶対優勝しろよ。みんなで応援行くからさ。いつもあの格好をして撮影してるよな。行くぞ。意味がわからん。よ。あ、タケル君。何こんなところで一人でぼーっとしてんの。いや、別に。タイミングなくて深くは聞けなかったけど、その足リハビリ次第だったら歩けるようになるんでしょ。でも自信なくて、別にやる気も起きないし、歩けるかどうかもわからないから、もうこのままでもいいかなって。何言ってんだよ。それは俺が嫌だよ。え、いや、俺はこれからひなたとちゃんといろんなとこも行きたいし、ちゃんと歩いて一緒にいろんなとこに行きたいし、動物園とか水族館も行きたいし。嬉しい。なあ、今度俺の練習見に来いよ。え、いいの？当たり前だろ、気晴らしもなるし。俺も決勝近いからさ、ひなたに見てもらえると勇気が出るから。うん、行く。私のひなたちゃんに、もう違う。カブの
骨出るよ。あいつ、私がバイだと知ってることがじゃん。いや、それ関係ないから。くっそー、こうなった先手一緒だ、ついてこい。いや、それもう両方出ちゃってるよ。負けた方がわしを買うんだからな。わかってるよ。しかもハンデで2人もディフェンスやってんだから頼むよ、たくやちゃん。くそー。大丈夫だよ、次はたくやのために絶対止めてやるから。もう、任せとけ。この俺を止めれるかな。ディフェンス上げたのに。さっきとさすがに早いな。あの速さ、人間かよ。どうした、たくやちゃん。どんな手使っても何使ってもいいからかかってこいよ。応援に行くね。おう、あ、そうだ、せっかくだったら日向も入れよ。足のリハビリにもなるしさ。え、無理無理、私はさすがに無理だよ。大丈夫だよ、俺が支えるし。それに水の中だったら足への負担も少ないだろうし。え、でも水着持ってないし。女子の水泳部の競泳の時に使う体験のレンタル水着あるじゃん。それでいいじゃん。早く借りに来いよな、早く。分かった。うん、じゃあ俺が伝えるからさ、ゆっくりこっちおいで。うん、本当に大丈夫かな。絶対に大丈夫、俺は日向のこと支えてるし、俺が手を離さないから。うん、ゆっくりでいいから足を動かしてみて。ゆっくり、焦らなくていいから。絶対に大丈夫、必ず動くようになるから自信を持って。日向だったら絶対できるよ。うん、あ、なんかちょっと感覚があるかも。マジ？やったじゃん。この調子でリハビリ続けていけば絶対動くようになるからな。みたいなスポーツ天才少年が野球部に入ってくれたら、ちょちょいのちょいと甲子園なんか優勝できるのに。最近入試と話してねえな。こうなったらバスケ部から遠井くんを引き抜いて野球部に入れちゃえば。いや無理でしょう。無理じゃねえって、遠井くんはそんなケツの穴の小さいやつじゃねえって。こいつら入れるとかケツの穴とか。いや、しかし遠井くんが野球部を応援する動機がないでしょ。トイ君、ポマード押し合ってたから、ポマードだったら入るんじゃないか。まさか、ポマードで滑りを良くして、何をどこにいるんだよ。今日の会やばかったな。
最近はそっち系のやつ多いって聞くけど、いやまあでも聞き間違いかな。あいつらとは中学からの友達だけど、そこまで言ってる奴らには見えないしな。で、トイ君のことどうすんの？あ、ちょっと手芸前を失礼するわ。あいいよ。いいよって、ユージのやつそんなにうまいのか。返事決まった？私、やっぱり俺さ、お前みたいに中身も外見も綺麗な女見てるとムカつくんだわ。全部俺のものにしたくなってきちゃってさ、全部俺のものになっちゃうよ。いよいよ行くか。いや、いよいよ行くってもう何回目ですか。いや、今日は行く。あ、でも本当は日向さんがタケルのこと好きって気づいてるんじゃないですか。おい父親、俺の心の声を言ってんじゃねえよ。やっぱりそう思ってるんじゃん。思ってねえよ。行くぞ。日向さん、日向さん、君は席を外してくれたまえ。え、席を外すんだよ。おもちゃ、俺も行くね。ダッシュ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 。日向さん、俺と付き合ってください。え、急ですね。男、龍二、急な男なんです。いや、でも何ですか？少し時間が欲しいですか？いやいや、そういうことじゃ。何ですか？もしかして他に好きな男でも？素晴らしいですね。他に好きな男がいるんですね。はい、それは俺ですね。他にいるっつったじゃん。俺の他にいるんですか？バカなの？まあ元々バカなんだけど。まさか通りですか、黒髪バスケ部。違います。まさか俺ですか？ポジティブか。他だよ。他にいるって言われてるよ。あ、いや、何やってんすか。誰々のバカ野郎って石投げ込むとき普通可愛い投げ込むっすよ。なんであっちに剛速球のライナー投げてるんですか。死んでくれ。一旦練習やめてください。ユージさん、やばいっす。ユージさん、聞いてます？いや、ランナーいないっすから。いやいや、だからランナーいないっすから。あー、やばい。あの人たちめちゃくちゃ強そうだ。大丈夫ですか？知ったこっちゃねえ。俺は今、虫の出所が悪いんだ。てめえ何石とか投げてんだ。やめてんのか、俺は。てめえらこそ俺がひなたちゃんに振られたと知ってて喧嘩売ってんのか。いや、それ関係ないっすから。何言ってんだ、こら。死ぬぞ、てめえ。俺はなバイセクシャルのリュースだぞ。死ぬのてめえだ。リュウジさん、相変わらず喧嘩だけは強いな。わざわざどうした？こんなとこまで会いに来て。いや、私、やっぱり。どう？ひなちゃんとうまくいってんの？あ、まあ、いや、うん。また、照れちゃって、ほんと、羨ましいんだから。
うるせえよ。いや、お前とは長い付き合いだけど、そんな幸せな顔見るの初めてだわ。なんか俺も嬉しいよ。ありがとう。そんなにお前、タケルがいいのかよ。ありがとう、大地。そろそろ一緒に帰ろうぜ。部室に忘れ物あるし、決勝近いからやめとくわ。あ、じゃあちょうどいいや。部室行くならさ、体育館に通りいるからさ、下駄箱に来るように伝えてよ。めんどくせえ。いいじゃんよ、別にジュースあげるからよ。おい、分かったよ。俺があいつのことなんか忘れさせてやる。タケルくん、あのね、違うの、タケルくん。うるせえ。優しい男だったら誰でもいいのかよ。お前なんか一生そこに座ってる。タケルくん、バイトは何ですか？彼女
と呼び出して話して、ひなちゃんと約束した今日本当に行かなくていいのかよ。別にもうどうでもいいわ。お前の決勝ひなちゃん一人で見に来たの知らねえだろ。え、あの子のことお前が信用しないで他に誰が信用するんだよ。それにひなちゃんにとっては自分を愛してくれない人を失ったに過ぎない。でもお前にとっては自分を愛してくれる人を失うことになるんだぞ。おい、次日向のことを信用しないようなことしたら今度こそ俺が奪うからな。Thank you.